えーえー、とこのビデオは、えーと、このコースですね、GPT で学ぶ第2外国語のコースですね。で、このコースの、えー、第9週目のビデオになります、えー。今回は3つのビデオを作りますが、これは1本目のビデオになりますね。はい、で、今回は、その、えー、教材を公開するということですね。インターネットで他の人と,、えー、とシェアするというパ、パブリッシュという意味ですね。 えー、じゃあどうして、その、あのー、教材を公開するのか。えー、それは、まずその、もちろんね、同じニーズのある人を助けることができます。えー、で、それから皆さんが自分の実績を共有することができます。私はこんなこ仕事をしたことがあります。まあ、こういう教材を作ったことがあります。という、それを見せることによって、まあ、 それほど有名にならないかもしれませんが、少し有名になって、そして、あの、もらえる仕事がね、増えるようになるかもしれません。はい。えー、じゃあね、どういうふうに教材を、あの、えー、構成するかっていうと、あの、構成っていうのは、ストラクチャーですね、ストラクチャー。はい。えー、一番大事なのは、can do ですね。今回は、あの、 アクションオリエンティドアプローチ。あの、行動中心アプローチでやっていますから、えー、文系ではなくて、can do です。can do、えー。一番大事なのは can do ですね。はい。で、えー、それから、あの、だから、can、ま、do、あ、を書かなければいけません。で、それから、まず、誰のための教材なのかっていうことです。で、そこには、その、まず言葉ですよね。何語を勉強している人のためか。 それからその言葉で何をしたい人なのか。まあ、例えば私だったら、あのヒンディー語であのソーシャルインフルエンサーになるっていうね、えー、そういうのがありましたよね。あと、レベルです。レベルは、まあ、日本語の場合は JLPT でもいいですけど、えー、その他の場合はあの、ヨーロッパ共通参照枠、CFR ですね。Common European Framework of Reference ですね、はい。そういうレベルをあの 言わなければいけませんね。もちろん書かなければいけませんね。その、えー、公開するコンテンツにね。はい。で、皆さんは今まで、これまで1000回の、えー、教材を作ってきました。3回分の教材を作ってしまし、作ってきましたね。でそれを1か2か3かというふうに書いてみるといいと思います。なので、えー、その、えっ、ー、と、最初の部分をね、第1か で、その後で CanDo を書きましょう。何々できるですね。何々できる。そういうふうにそのかの番号と CanDo を書きます。そしてそれぞれに音声ファイル、そして会話モデル、そして語彙リスト、そして文法の説明。えー、この4つぐらいはもう皆さん作ってあると思いますから入れてみてください。はい。で、えー あのどうして、あのね、順番もできれば、この順番がいいです。で、あの、多分ね、その文法の、あの、えっ、ー、と、文系シラバスの場合は、えっ、ー、と、音声ファイルっていうのは最初には来ないですよね。だけど、あの、行動中心アプローチというより、第二言語習得ですね、セカンドラングエージアクエディション、この考えでは、 最初にあの耳でたくさんインプットする。耳でたくさん聞くことが大事だと言われています。はい。で、その中であの自分で気がついたら、あ、ここはこう言ってるんじゃないかなというふうに気がついたら、それでその言語がわかるようになります。習得するようになりますね。はい。えー。なので、自分で気がつくことが大事なので、まずは音声ファイル。そして、あの、会話モデルを見せてから、 語彙リストや文法の説明をするようになっていますね。はい。えー、で、あの、あともう一つ大事なのは、この構成ね、えー、このストラクチャー、ストラクチャーをこの見出しです。見出し、ヘディング。ヘディングで、あの、この構造を作るということがとても大事です。例えば、ここも見てみると、ここに、あの、大きいヘディングが1、2、3、4ってありますね。で、その下にこういうふうに小さい、 えー、テキストがありますこうやって、この構造ね、ストラクチャーをる作ることができますから、えー、それで、えー、やってみましょう。はい、えっ、ー、と、それでね、こういうその、えー、あの、皆さんが作った教材を公開するには、まあ、いろいろな方法がありますが、ここでは2つの方法を紹介しておきたいと思います。1つは Google ドキュメントですね。 まあ、これはね、そんなに難しくないので、ICT が苦手な人にもお勧すすめできます。で、一つのページで全ての情報を見せるときに、これはとても便利ですね。はい。あと、もう一つは、Google サイトというのもあります。これは、あの、まあ、ICT があまり苦手ではない人にお勧めしています。えー、で、複数のページね、つまり一つだけではなくて、二つ、三つ、四つ、五つぐらいの ページに分けて、あの、ウェブサイトを作ることができます。例えば、その第1課、第2課、第3課っていうのを全部違うページにすることができますね。この Google サイトをするとね。はい。えー、それでは最初の1本目のビデオはここまでになります。この後、Google ドキュメントの、のあの、Google ドキュメントで、えー、皆さんの教材をシェアする、えー、動画、それからその後で Google サイトで 皆さんの教材をシェアする動画。この2つをご紹介しますが、まずはここまでで一旦失礼しますね。はい。フィルムゲー